はい、お疲れ様です。マイナンバーカードの 失礼。マイナンバーカードの利活用の促進について、お知らせをしたいと思います。マイナンバーカードを今、保険証として、ご利用いただいておりますが、それに加えて、医療費助成の受給者証、あるいは予防接種の接種券などとしても利用できるようになっていきます。今後の全国展開に先駆けて、今年度から先行して取り組みをスタートしていただく16の自治体と87の医療機関を採択いたしました。医療費助成の中には、難病ですとか障害といった法律に基づいて実施される、公費負担医療制度、それから子どもですとか、ひとり親向けなど、地方自治体が、条例に基づいて実施する地方単独事業がありますが、マイナンバーカードをこうした医療費助成、いずれの事業においても受給者証として利用できるようにしてまいります。またそれに加えて、予防接種、妊婦健診、乳幼児健診についても、マイナンバーカードを接種券や受診券として利用できるようにしてまいります。また、スマホで事前に予診票や問診票を入力していただくことにより、紙で持参して提出しなくても済むようにいたします。また、接種勧奨、受診勧奨をマイナポータルのお知らせ機能を活用して、プッシュ型でお伝えをしていけるようにしていきます。この取り組みは国民の皆様にマイナンバーカードのメリットを実感いただけるものだと思います。デジタル庁としてもさらに取り組みを加速させるための検討を行っております。今回の先行実施する自治体以外の自治体におかれても積極的にご協力をいただきたいと思います。マイナポイントについてお知らせをいたします。マイナポイントの申し込み期限は明日になります。ポイント申し込みの手続きの支援をしていただいている自治体職員をはじめ、関係者の皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。申し込み最終日の明日は、ポイント申し込みのサイトが混雑することが予想されます。また、PayPay、auPay などは、本日で申し込みを締め切ることになります。まだお申し込みされていない方は、できるだけ、本日中にお申し込みいただきたいと思います。なお、マイナポイントの締め切りに乗じた詐欺にご注意いただきたいと思います。マイナポイントの事業特設サイト、あるいは総務省やデジタル庁のホームページでも注意を呼びかけております。申し込みにあたって、マイナポイント事務局からショートメッセージなどでご連絡することはありません。個人情報の記入、その他もありません。不審に思った場合は、警察マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95マイナンバー95-0178へご相談いただきたいと思います。それではこれより質疑応答に入ります。ご質問のある方は挙手機能、またはチャットにてお知らせいただき、ご指名させていただきますので、ミュートを外してご発言をお願いいたします。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、朝日新聞、出崎様お願いします。申し訳ございません。共同出崎様お願いいたします。共同通信です。よろしくはい、お疲れ様でおす。願いします。冒頭のマイナカードの医療費助成の関係なんですけれども、後で構わないので、16自治体と87医療機関の一覧を提供いただけませんでしょうか。はい、かしこまりました。広報の方からお知らせいたします。それと今回、おそらく先行事業みたいな、実証事業のような形だと思うんですけれども、こちら、医療費助成の受給者証以外にも、先ほどありました、
予防接種したり乳幼児検診の部分もあのマイナカードと一本化するようなそういった事業になるんでしょうか。はい、あの16自治体の中で、医療費助成の受給者証としてマイナンバーカードを活用していく自治体もあれば、予防接種あるいは検診のところを受診券接種券として利用できるようにする自治体、あの自治体によって取り組み方様々ですので、後ほど お知らせできるようにしたいと思います。またあの病院の診察券としてもマイナンバーカードを利用することができるようになりますので、そうしたことについてもデジタル庁として今後支援をしていきたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。 NHK トーマさんお願いいたします。ありがとうございます。聞こえておりますでしょうか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。前田の、ですね、公金受取口座の件なんですけども、こちらの、修正まだされていないことについて あの登録の抹消の検討されているというご発言、今月上旬あったかと思うんですが、その後検討状況とあの、まあ、その登録抹消について決めたかどうかと、残りの、修正が今どれくらい今まだ残っているかということについて教えてください。はい、まずあの9月末までにお願いをしているところでございますので、まあ、残り今日明日ですが状況を見て、今後決めていきたいと思います。あのお知らせできることがあれば速やかにご報告したいと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。続きまして、テレ朝の朝藤さんお願いいたします。佐藤です。よろしくお願いします。聞こえますか？はい、今回は聞こえます。あ、よかったです。すみません。ですね、私も冒頭のご発言に関連して、あのいつからあの16の自治体で使えるようになるのかということと、今後その全国展開というのはいつ頃ぐらいからをあの目処とされているのか、そのあたり詳細を伺えるとありがたいです。はい、あの16自治体につきましては今年度から、先行実施ということになろうかと思います。具体的な日付は今後の、状況の中で、決まり次第お知らせをしていきたいというふうに思っております。あのこの16選考で、やっていただきますが、手を挙げてくれる自治体あのしっかりサポートしていきたいというふうに思って、いるところでございます。16自治体以外のところっていうのはあの、まあ、全国でって意味ですけれども、例えば来年度以降とかできるだけ早くとか、そのあたりちょっとどのようなスケジュール感でしょうか。はい、あのまず今回あの16の自治体をデジ庁として、サポートしながら、それをどういう形で横展開できるのかというのは詰めていきたいというふうに思っております。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。 TBS 渡辺さんお願いします。 TBS 渡辺さんおはようございます。あ、顔が出てません。すみません、いかがでしょうか。見えないね。はい、じゃあ声でお願いします。すみません、この発言させていただきます。あの冒頭にありましたマイナポイントについてお伺いします。あの、まあ、終了を迎えることであの大臣これまでも申請の呼びかけされていましたが、改めてこのマイナポイントの付与がマイナカードの普及に一定の効果があったかどうか、お考えを受け止めをお伺いします。はい、あのあったと思います。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますか。では以上をもちまして本日の会見終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。